Welcome back. Welcome to my new Let's Play. Welcome to Yakuza Kiwami. Now, I heard good things about this game. It's supposed to be a remake of the original Yakuza. So, why don't we get right into it? We'll go easy this time.Hello. What we have here? A Dragon God amulet? Okay. Pretty sure this, from what I can tell, this.After Yakuza Zero. おう、残りはいつ払うんだよ。来週には必ずもう勘弁してください。Also, this is a blind playthrough. October 1st, 1995. Whoa. What a way to start off this game.Kazuma. Aniki. すみません、本当。こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。シンジ・タナカ of the Dojima family。Yes, we already know this character. Kazuma Kiryu.どこの奴らなんだ、その取り立ての相手は。すぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが金利すらまともに払わねえ。で、手に負えなくなっちまって、うちに債権回収の依頼が。そうなんか。で、いくら回収するんだ。2億です。取り判って約束になってますから、うちには1億入ってきます。そりゃ気合入るな。よし、行くか。お、兄貴、また新しい風俗店ができてますよ。お前、相変わらずそっちの遊びにハマってんのか。兄貴もたまにはどうです。いい店紹介しますよ。取り立てが終わったら飯でもどうですか。悪いな、今夜は。 Oh, yeah, those... あ、そうだ、セレナに行くって言ってましたね。 Black circles on the mini map. 飯はまた今度な。 Can't access yet. Our dead ends. If you remember from the last game. 一杯飲んでて。
I'm interested to see what happens in this game.着きました、兄貴。ここの5階です。よし、入ろう。Kick down the door. 夜遅くに悪いな。堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。要件は昨日、うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません。でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか。何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけだ。わお、金は払わないって言ってんだ。A golf club? やるしかねえだろうがよ。Attack with rush control. Press square repeatedly to perform a rush combo. Knock down with finishing blow. Press triangle during a rush combo to deliver a finishing blow that knocks down enemies. There we go. Press circle near enemy to grab them.The enemy is going to block attack. Grab them and deal damage. Holy heck! Press circle near a weapon icon to pick it up.Okay. The yellow gauge on the top left indicates cure yourself. The game will end if it is.Depleted. So keep an eye out. The gauge flashes red. That means that Kiryu is in critical condition and recover immediately. Hit him with the chair!Death by golf club. もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。兄貴、
ありがとうございました。でもこれでついに気流組の立ち上げですね。風間のおやすさんも言ってました。兄貴になら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐなよ。はい。そういえばこの後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。俺しばらく札の連中が来ないようにここで見張っておきます。半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、頼んだぞ。You can obtain completion points by completing tasks in the completion list. Check the list. Talk to Bob Utsumiya under the Tenkishi Street Gate to exchange for rewards. Let's see. Map, yes.Looks like I can't go anywhere else here. Those S logos are the save points, phone booths, and this area looks familiar. And here's the dark alley or back lot. I forgot what it's called.The empty lot. So we need to deliver this suitcase to our destination.何やってん、おら。おうおう、お前どこの組のもんや。すまん。すまんで済むか、ボケ。 Looks like he wants to fight. You picked the wrong fight, fool. Guarding againstAlso be used to evade exit. Okay, the red gauge is the top key gauge.Oh yeah, I'm familiar with this. Ooh, DDT on your head.何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウって、あのそや、道島の竜。キリュウ、カズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。ゴロフマジマ。よせよせ、お前、組立ち上げるって話やないかい。
そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは。 What's his role in the story? えらい、ええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それより、コナゴ、どないしようか。すんません、まさかキリュウさんと。いや、いいんだ。甘いな、キルちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。わお。何や、その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。言うで。はい、覚えておきます。でも、はあ、でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええやろ、いっちゅやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。 Are they now enemies? 根性あんやったら殴り返してくけ。これで気は済みましたか。その強がり、どこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが、俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん、かったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何？でも、もし筋が通っとったら俺との喧嘩こうてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キュリュちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。わ、あと少しで兄貴にやられるとこでした。キュリュのお辞儀ありがとうございました。もう大丈夫なんか。はい、いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。Okay, where do I go now?
Kelly. 相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、キリュウ組の立ち上げは。アキラ・ニヒマ。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。ちっ、またおめえに先越されちまったか。なあ、錦、お前妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後。体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね、ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね、気持ちだけもらっとく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。Months ago. ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって固いから金をむしるのは、どうも性に合わねっつうか。何言ってんだ。自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内、気流組。天下の登場会の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだな、お前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやすさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山君はもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、
それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。ダメだ、女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？あれってフランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら、彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ねえ、それにしてみたら？そうだな。よし、それにしよう。What else?